ここでは留めネジ付きインサート軸受けユニットの取り付け方法をご紹介します。まずインサート軸受けユニットの取り付け編です。軸受けユニットの取り付けにはこちらの工具をご用意ください。では軸受けの組み込みを行います。まず組み込みの際は軸受け箱の切り欠き部と軸受け外輪の回り止めピン、油穴の位置を確認してください。外輪回り止めピンが軸受け箱切り欠き部へ入るように組み込んでください。この時外輪油穴がグリースニップル穴近くなるように組み込んでいただくと給油がよりスムーズに行えます。次にインサート軸受けユニットの取り付けを行います。まず軸受けユニットを取り付ける前に機台および取り付け軸に異物・傷がないことを確認し、汚れている場合はきれいな布で拭いてください。軸受けユニットに取り付け軸を挿入します。この時取り付け軸がこじれないよう注意してください。ユニットを機台に固定してスパナで仮締めした後、トルクレンチで締め付けを行います。取り付けボルトの締め付けは Q&A の仕様についてをご参照の上、規定トルクで行ってください。最後に留めネジの締め付けを行います。2本の留めネジを六角棒スパナで均等に締め付けた後、トルクレンチで締め付けを行います。留めネジの締め付けはカタログをご参照の上、規定トルクで行ってください。これで軸受けユニットの取り付けが完了です。